これは強敵だなもっと冷静になることですさあ行くぞどう料理してやろうかのぉイブラレッツエンジョイジャーブかさあ今日も取っていきたいと思いますねえー、お六60回目ですかえー、ゴリ先生の大人のそろばん教室60回目ということで割り算少数点の絡む、えー、問題 2回目ですかね。えー、前回、まあ、小数点の計算に入る前に、まず答えのボリュームを知りましょうと。えー、結局なぜその話を1回目にしたかというと、今日やるやり方はですね、そろばん使ってやるやり方を話します。で、えー、2通りのやり方を説明します。 答えの1の位を固定させるか、まあ、ここにも書いてあるんですけどね、答えを固定するか、割られる数、えー、割られる数の、えー、置き方を固定するか、えー、という話ですね。えー、その両、どっちか、どっちかで話します。ただ、えー、結局、まず答えのボリュームをする。割り算であれば、えー、割られる桁数引く、えー、割る桁数、 か、もしくはプラス1のパターン。えー、例えば4401番の小数点がなかった場合、もう考え方としては小数点がなかった場合の、えー、話を考えてもらうといいんですけど、えー、53の小数を消すんですね。まあ、この次の段階でもしこういうような小数の問題を ゴリ先生が暗算で解こうとした場合、どうやってやるかのところで説明しますけどね、具体的に。まず、えー、小数点消せる方は消しちゃうんですね。じゃあ50、0.053を消しちゃうんです、1000書きますよね。そうすると53になる。当然、えー、割られる数の方にも1000書けなければいけないんで、4478.5にするんですね。で、4478.5、えー、割る53を考えた時4桁引く2桁。で、 え4二なんで2桁なんですよね。で、ただしプラス1になるパターンというのは53の2桁が割られる数の先頭から2桁見た場合、今回十四 44, 44になるんですね。そこの中に53はないので、えー、桁数く桁数になるんですけど、もしあった場合55とかですね、5578とか、これプラス1のパターンの3桁になると。で、この答えのボリューム、まず答えのボリュームを結局、 答えのボリュームは当然変わらないわけですね。えー、答えの桁数っていうのは当然変わらないんですよ。計算ですから。えー、答えはい、一定ですからね。あのー、一定というか一つなんで、えー、答えのボリュームは変わらないんです。で、その答えのボリューム前提で、えー、要は、えー、割られる数の位置を変えるか、割られる数の位置を変えることによって、 割られる数の入れていく位置を変えることによって、必ず答えの位置の位がここに来るというようにするのか、もしくは割られる数、割られる数の入れる位置は固定しておいて、固定しておいて、結局答えの位置の位をずらすかというだけの話なんです。結局はやり方って同じだというふうに、ちょっとごっちゃになるかもわかりませんけどね、ちょっとごっちゃになるかもわかりませんけど、 大前提としては答えのボリュームなんです。大前提としては答えのボリュームが確実に一つあるから、えー、その計算、手法、解法が取れるというだけであって、えー、答えが何種類もあったらまずいんですけどね、えー、何種類もあったらまたいろんな計算、解法のパターンが出るんでしょうけども、答えは一つなんで、えー、計算式ですからね。 じゃあ、えー、いろいろな計算方法があるというだけの話で、今回は、そう、二通り、えー、話していきます。で、えー、まあ、うちのチャンネルはずっと話してるみたいにテキスト、えー、概要欄にも貼ってありますけどね、大人のソロバンドリルというテキストを、えー、その流れに沿いながら、えー、安全育休のスキルを身につけましょうというチャンネルなんですけど、 もう、えー、こんな小数点の割り算、ここまでのレベルの問題っていうのは、団員検定でも出てきません。えー、全国手団連盟はですね、全国手団連盟の団員検定でも、えー、小数絡まないんで、整数の問題が出てきますから、あのー、 ここまで難易度っていうのはあれなんですけど、暗算で解く必要はないんですけど、ただ大人のソロ版なんですよね。ビジネスシーンで、例えばこういうような複雑な問題を出てきたときに、えー、約これぐらいですよねっていう話ができればですね、えー、相当、あのー、 あ、こいつできるな、なんて思われる可能性がありますんでね。えー、一応暗算で解くのも次回やります。えー、そんな感じでですね、まあ、暗算スキルを、えー、大人の方に身につけてほしいというチャンネルでございます。で、暗算スキルなんで、やっぱりトレーニング量、えー、必要だと思います。このゴリ先生の方で、えー、こういう考えでこうやって問い、 解いてますとかですね、えー、こういう解き方がありますよという話はできるんですけども、それをしっかり体に理解させるためには、やっぱりトレーニング量なんですね、えー、そのために、まあ、ドリルというのがあるんですけど、非常に安いですあの、概要欄の,そのオンライン一度のオンラインショップ、これ、別に、えーと、アフィリエイトでゴリ先生に収入は一切入ってきませんので、あの安心して購入してほしいんですけど、暗算、えー、の1、まあ、3級ぐらいから、えー、問題買えばいいのかなというふうに、まあ、 思います。え、で、一回買ったらですね、あとはコピーで使い回してもらえばですね、二度と買うことはないと思いますので、奥様にも渡せますからね。え、ぜひそういうような利用をしてもらえればいいのかなというふうに思っております。はい、じゃあそれではやっていきましょうか。え、まずは暗算ではなくて、そろばんのやり方ですね。え、まず最初に、え、どうしようかな。え、割られる数を固定するやり方でいっていきましょうか。 えー、じゃあ、ここが定位点だとした場合、毎回ちょっと定位点変えるかも分かんないです。あのー、桁の多さによって、えー、臨機応変に、あのー、ここ、えー、ここを定位点とするとか、ここを定位点とするっていうふうに変えますからね。えー、4.4785ですね。これを0.053で割っていくんです。まずは、えー、問題、割られる数を、えー、毎回、えー、しっかり、えー、4 5 とかここを定点として0.01しっかりここのこ,こを1の位として割られる数を置いた時のパターンのやり方ですね。まず1回それができればですね、あとは普通に4478553で割っていけばいいんです、とりあえず。これで実はもうこの段階で、えー、答えのボリュームが、えー、決まってるんですね。えー、ここ1の位、えー、答えのここの1の位。要は割られる数が0 0 要はマイナス1桁の時は、ここが1の位に答えになりますよという設定ですね。8、5、4、10、8、3、2、4、次、4、5、よいしょ。ああ、これやだな、本当に。4、5、20、4、3、12、5、5、 25、5、3、15、えー。どうしてもそろばんの弾、えーえー、引力の関係があって、もし弾がゴリ先生の見てないところで落ちてきたらすいません。えー、答えが変わっちゃうんですけど、ね、それちょっとチェックしといてください。84.5というやり方ですね。で、えー、同じ答えにはなります。同じ答えにはなるんですけども、えー、今度はですね、えー、今度は答えの1の位をここの定位点に持ってくる。 え、答えの1の位をここの定位点に持ってくるために、割られる数の入れ始める先頭の位置を変えるやり方。これが、昨日説明した、答えのボリュームを探していくと。4.478、一番最初に入る桁、1から9の数字が入るところが桁数だと考えますので、4、一桁ですね。引く、0.01、0.01なんで、一桁,桁、0桁マイナス1、1引く、括弧1引く。 マイナス1、カッコ閉じるなんで、マイナスのマイナスはプラス。えー、演算子と、えー、符号を間違えないでください。えー、マイナスのマイナスはプラスという考え方でよく、あのー、やるんですけども、あのー、ただそのマイナスとマイナスの、そのマイナスとマイナス、符号と演算子の違いはありますんで、気をつけてください。えー、そうするとプラスになるんで、2ですよね。答え2桁、えー、答えじゃない、ごめんなさい。2桁の、その出た答えから1個引いたところから入れるんです。 ですから2、2桁から1個減るんで、ここから入れていくと。えー、4、4、7、8、5と。で、普通にここから、えー、また後は一緒ですね。えー、8、5、4、10、8、3、20、4、4、5、20、4、3、12、5、5、25、5、3、15と。こんな感じですね。結局、えー、答えは一緒になりますと。 え、けど、次の場合、あの、ちょっと位置が変わってくるのかな。じゃあ2番目やっていきましょう。まずは割られる数の入れる位置、え、の定位点を固定します。そのやり方。0点、ここ、割られる数0.01、え、7、7、31と。 で、あとは、これを入れたら普通に、まずは小数点を無視して、えー、しっかり、17731の中に、194がいくつあるかを考えればいいんです。九、えー、9ですよね。9、1九 9, 9、9、81、9、4 36、十、え、六、ー、194と、これ気をつけなければいけないのが、あ、この辺で割り切れないなって言った時に、 えー、これ、あの、答えを、の1の位を固定してあるところだと、あ、どこで四捨誤入すればいいんだっていうのが明確にわかるっていうメリットがあるんですね。で、この場合は、えー、こが1の位になるんで、次まで出さなきゃいけないと。結局、このやり方でも、大体わかりますけどね。だから、四捨誤入切り捨てなんで0.091小数第3位まで求めるというルールなんで、 これでいいんですけどね。で、ちなみにじゃあ、えー、答えが1の位で固定するとき、まず考えますよね。えー、0.01はマイナス1桁。引く0なんで、マイナス1。マイナス1のここから、えー、入れていくと。1、7、7、3、1。結局、えー、今度はここが、あのー、1の位なんで、えー、それが固定されてますから。 えー、結構分かりやすいですよね。もうこの段階で0.09なんですよね。91が 9, 9、981、9436、1、これで第3まで確定したんで、あと1個出せばいいや、4、3、どっちでもいいや、切り捨てなんでということで、早く計算ができると。まあ、どっちを選んでもらって、どういうやり方でもいいんですけど、えー、そうですね。 結局はその答えのボリューム。例えば今のを暗算でゴリ先生がやろうとしたとき2番。えー、0.194の小数を消すんですね。ですから1000かけるんです。で、194にしとくんですね。で、割られる数も1000かけて17.731。えー 17. にしとくんですね。で、そうすると0.0。もうこの中で右手で、イコールの横に0.0って書いておくんですね。あとは普通に、えぇ、ー、食い違く、さっきみたいに91って書いて、ああ、次切り捨てだから0.091っていうような暗算のやり方でやるんですけど、結局はそこなんですよ。結局は、 小数を消すというか、えー、答えのボリューム、まずは答えのボリュームを見つけて、えー、それを前提に、えー、割られる数の位置を変えるのか、答えの位置を、えー、割られる数の位置を固定するのか、えー、固定して入れていくのか、割られる数の入れる位置を変えながら、答えの位置の位を固定するのか、もうどちらかだけなんですよね。 じゃあ次行ってみましょうか。まずは普通に、えー、今度ちょっと定位点変えますね。1の位はこっちにします。817. 割られる数の入れる位置を固定ですね。普通に817.12と入れた場合ですね。えー、これで置き方、これができれば、あとは普通にやっていってもらえばいいんです。これ、あるパターンですから、あの、桁数プラス1のパターンですね。じゃあまず桁、あ、まあいい、次で説明できるな。 五一ゼロ七と、で、五六三十あっ、きれいにできるな、よいしょ、ここが一の位なんで、えー、っと、1、2、3、4、0.16ですね、零点一六という感じになりますね。 で、今みたいに、えー、ややこしい。間違えると。えー、答えの1の位を探すとですね。そしたら、えー、答えの1の位を固定するやり方にすればいいんです。で、817が3桁。5104が4桁なんで3、3-4なんですね。マイナス1。ここを1の位としましたから、ここから、なんで、まずいんで、ここに定点変えますね。えー、入らなくなりましたから、3桁引く、え4桁。で、えー、マイナス1。 の、隣。隣から、えー、入れていけばいいと。8、1、7、1、2と。そうすると、ここが、えー、1の位でしっかりきますからね。五、えー、5、10、7、六、えー、6、5、30、6、1が6と。この通りですね。0.16と。そうすると、さっきみたいに、あれ、1の位どこだったっけみたいな、えー、間違いはなくなるという感じですね。もう、 で、次回の動画でこれを暗算でやるとき。で、今のも、結局じゃあ下の問題、ゴリ先生が暗算でやるとどうするかっていうと、えー、この場合は817。ゴリ先生の場合は817。これが結局、えー、割割暗算の場合って、もうここ,こに、まあ、ここにイコール、イコールがついてると考えて、こもう割られる数を中心に、 見てるんで、すよねで、えー、5107が817ないんで、もうこれは0だと。0. 点、もうこ,この段階で右手で、右手でイコールのこ、この辺にイコールがあったら 0. 点ってもう書いてきますよね。で、上に15107と。で、6。 で、こんな感じで0点も、0点はもう初めに書いてあるんで16って書いてばいいだけですよね。で、あとはもう問題の割られる数を頭の中でこう削っていくと。えー、そうすると暗算でも結局は同じなんですけどね。結局は、まずはやっぱり答えのボリューム、えー、をどう、どう探るかだけの違いかなというふうに思っております。えー、答えのボリュームを先に、先に見つけておくのか。 えー、後から答えのボリュームの、えー、割られる数を移動させることによって、後から答えのボリュームを追うのか、さっき言ったみたいにゴリ先生の、えー、やり暗算でやるときのように、あれはもう最初から答えのボリュームを、えー、決めて入れていくやり方にはなるんでしょうけどもね、そういう意味では。まあちょっと、えー、ややこしいのかなと思いますけどね。あのー どちらでもいいと思いますし、ど、あの、計算ですからね、いろんなやり方、当然これに限らずもっと早いやり方があるんだよという方は、あの、当然それでもいいでしょうし、あの、やっぱり大人のソロ版なんで、えー、スピードよりは、えー、仕組み、計算の仕組みをしっかり理解した方が絶対的にいいと思うんですよね。で、それを、なおかつ暗算でつなげていく。えー、わざわざ電卓でできるものを、えー まあ、違う可能性が、えー、ある、暗算でやる必要はないとは思うんですけどあの、第一印象と第二印象っていうのがやっぱりありますよね、ゴリ先生、第二印象作戦っていうのをよく取るんですけど、なるべく第一印象見かけ、えー、は、えー、悪く見られたいと思うの、変人ですよ、変人ですよ。 悪く見られたいんですよ。なぜかっていうと、低いところからスタートした方が、えー、後々、あとは価値が上がってくるんで、自分の評価が。だから第一印象ってなるべく、あのー、低く見られたい。だから、例えば、こう、髪型を、をちょっと伸ばしてみたりとかって、いろ、いろんなことは考えますけどね。まあ、それは。 いいんですけどでで、第一印象が悪く、まあ、仮に第一印象が普通だとして、えー、第二印象、話しててで、営業マンの方が何回か、えー、お客様の、えー、ところに行ってお話を商談すると、でえー、なんかパッとしないなーっていう見た目のゴリ先生が、いきなりちょっと0.017731いわる0.194っていうのを、パッと例えば商談の話の中に出て、 あそれ、えー、約0.091ぐらいですよねで、すっと答えた瞬間にいきなり第二印象でいきなり効果がパンと上がるんですよね。あのやっぱり大人のそろばんなぜ暗算スキル、えー、にこだわるかっていうのは実は、えー、ビジネスシーンでそういうようなところで第二印象で一気に能力を見せつけるで印象を上げていく。 というのは、すごくビジネスマンとしてビジネスシーンに、あの、いろんな、えー、パターンがあった時に役立つのかなというふうに思いますので、まあそういうような話をしておりますから。まあ次回、えー、ちょっと、えー、安山、割ザ山のやり方もやっていきたいと思います。はい、今日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。今日ちょっと、あの、何回か繰り返してじっくり見てもらえればいいのかなと思います。ちょっと、あの、 早めに、計算自体はちょっと早めにしてしまったんで、そ、そこの計算の引き方はどうでもいいと思うんです。それよりも、えー 大事なのは、えー、答えの一の位を固定させるために割る数、割られる、割られる数の先頭の色入れる位置を変えるのか、もしくはせ割られる数の先頭の一の位を毎回固定するために答えの一の位を毎回変えるか。ここだけなんです。重要なの。ただ、それ、どちらも、どちらも、えー、最初から答えのボリュームが決まってるからそれができるという、そこを理解してもらえれば完璧な、えー 動画にななっているのかなという,ふうに思いますので、何回も、ちょっとと繰りり返して見てもらえると助かります。はい、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ズームを利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。